アンティルドーン、前回までのあらすじ。かろうじて助かったエミリーが炭鉱で人間の頭蓋骨を発見する。さすがにエミリーが気の毒になってきたんだぜ。本動画で実況しているゲームは R18 のホラーゲームです。グロテスクなシーンが含まれますので、苦手な方はご注意ください。それでも見てくれるって人はどうぞ。ゆっくりしていってね。さあ前回に引き続き炭鉱からの脱出を試みますよ。ここら辺は本当に真っ暗なんだぜ。スマホの光だけが頼りだよ。エミリーが落ちた場所に人間の頭蓋骨がありました。もしかして。いやなんなの上の階うっさいな。この炭鉱では定期的にあの叫び声が聞こえるよ。さすがに文句言ってやりたいくらいうっさいよな。お、ボロボロの壁を発見。進めそうです。随分古かったのかエミリーが意外と強かったのか。進めども薄暗い空間が続いてるんだぜ。上に登れるような場所を探さなくては。お、何か起きてます。トーテムか？いや違いますね。なんだろう、何かの残骸です。あんまり触らない方が良さそう。爆発物かな？てか、頭蓋骨が落ちてたが、落盤事故が起きたのってこの近辺じゃないのか。上の階に比べて全然整備されてないので、そうかも。おっとここにも何かありますね。箱、開けて大丈夫？写真が入ってます。家族写真だな。ここの炭鉱で働いてた作業員のものか。幸せそう。裏は？ビリエ、気をつけて帰ってきてね。愛する妻と娘、アグネスとルイーズより。なんだか悲しくなってきちゃった。このビリーさんは無事救出されたのだろうか。家族の元へ帰れてるといいのですが。暗くて見えづらいですが、登れそうな場所を発見しました。え、今度はおっさんの叫び声しなかった？気持ちがしてたぞ。上の階で一体何が行われているのでしょうか？その謎を解明すべく炭鉱の奥へ進むべきよね。いやもう炭鉱はコリゴリなのでとっとと帰りたいです。私はちょっと覗きたいんだけど、霊夢も。皆さんいいですか？ホラーゲームの世界においては特に、好奇心はゆっくりをも殺すんですよ。猫じゃなくて？猫ちゃんは可愛いのでたとえことわざであっても殺したくないんです。霊夢だって可愛いのに、めんどくさいなお前ら。そうこうしてるうちに随分登りましたよ。ナイスガッツなんだぜエミリー。このはしご使うの怖いんですけど。前回ははしごが壊れて頭蓋骨のところに落下したもんね。今回は壊れませんように。もう信じて登るしかないよな。お、今回は大丈夫そうですね。やった、上の階に戻れた。光が見える。これって外の光？今が何時だかわからんが、夜明けにはまだ少し早いだろ。スマホの充電なんてすぐになくなってしまうでしょうし、ひとまず光の方を目指してみようと思います。ここら辺はあちこち補強してあるんだな。こんな暗い場所とはいえ、道が見えると少しだけホッとするよね。本当に。しかしさっきエミリーが落ちた場所、あの場所の頭蓋骨なんだが、ちょっと変だったよな。あーもう大事なこと話そうとした時に限って叫び声が。なんか声近づいてない？頭蓋骨が変だったって、なんでそう思うんですか？いやあれが作業員の遺体だったとして、回収されずにあのまま放置されてるのもそうなんだが、なんていうか、飾るような形で木の棒に引っ掛けてあったよな。言われてみれば確かに。どういうことでしょう。先ほどの場所は炭鉱の奥深くだったから、遺体が回収できなかったのは仕方のないことだとはいえ、あんな風に晒すような形で置いてあるのは変ですね。だよな。何かしらの意図を感じる。何かしらの意図って、弔うでもなく、隠すわけでもなく。はわわわわ。ついに充電がなくなりました。どうすんの？真っ暗だよ。絶望的だな。しかしエミリーの目はまだ死んでいません。強いなこの人。え？今のめっちゃ近くない？もう目の前だったんだぜ。毎回叫び声と火の吹き出す音が同時に聞こえます。やっぱりこれって何かしら拷問でもしてたりします？目撃したらやばいやつじゃん。地面で何か燃えてる。あ、これエミリーのお手製の松明ですね。ってことは、よかった。回り回って目的地に到着したようです。前回エミリーはここに登ろうとして落っこちてしまったんだぜ。そうだった。動かなくなってるエレベーターの電源を探してるんだったね。確かこの辺に、それらしきものが見えた気がするんですよね。ありましたありました。問題は今も電源が入るのかどうかですけど。さてどうかな。よっこらしょ。あ、よかった、うまくいったわ、やったね。あちこち火花が散ってるのがちょっと気になりますが、電気がつきました。これで地上に戻れるかも。そのエレベーターも随分使われてなさそうだけど、落ちたりしない？大丈夫？それもそうですよね。あのエレベーターに乗る前に他の道がないか探してみましょうか。スマホの充電もないんだから、松明が消える前には逃げ道見つけないとな。定期的におっさんの叫び声と、謎の叫び声が聞こえるから、鉢合わせしないようにしないとだよね。見つかったらそれこそどんな目に遭うかわからん。エミリーは消死のフラグがありますので、火の元にはできるだけ近づかない方が良さそうですし、トーテムの内容以外の死に方ってしないのかな。そんなこともないと思いますよ。それに見つけてないトーテムもあるかもしれんしな。トーテムは参考程度に考えた方がいいと思うぞ。おう、向こう側に光が見えてきました。何の光だ？電気とも人も違う。これは、外の光だ。やったやった、よかった、これで炭鉱から脱出できます。でもなんかこの場所に覚えがあるんだけど。はぁ、
そんなわけないだろ。私たちがここ来るの初めてだぞ。いや、間違いない。霊夢はこの場所知ってる。え？ほんとだ。この場所私も見覚えがあります。この光、この急な坂。そんなバカな。二人とも一体いつここを。多分ここは。メガネ？やっぱり。間違いありません。ここは去年、ベストハンナが落下した場所です。なんだって？あの二人が落ちた場所、この炭鉱だったんですよ。通りで遺体が見つからなかったわけだ。あの時落ちたメガネ？だとすると、あれ？ベストハンナの遺体はどこに？ハンナのメガネはそこにあったのに。こんなとこに写真が。ハンナ？誰がこんな場所にハンナの写真を置いたんだ。ハンナは肩に蝶のタトゥー入れてたんだね。裏は、ベスはいつやるの？この姉妹は本当に仲が良かったんだな。さっきの話に戻るが遺体はどこだ？双子が落ちてから1年しか経っていない。ひょっとして野生動物とかに食べられちゃったのかも。それにしたってこんなに痕跡がないのは変だろ。そうですね。野生動物に食べられたとしても、服や骨なんかは残ってると思いますが、この近辺念入りに調べてみましょうか。遺品の一部だけでも、家族の元に返してあげたいもんね。まだ生きてると信じてるのなら、残酷な事実を突きつけることになるな。あれ？何ですかねここ。板が立てかけてある。これってちょうど1年前。2月2日。これって一体。これって。核戦法の痕跡もあったな。日数を数えてたってこと？今のを掘ったのってベスかハンナですか？まさかとは思うが、あの高さから落ちて生きてたのか？二人とも遺体がないってことは、二人とも生きてたってこと？よかった。どうしたの？霊夢。二人が落ちたのは去年の話だ。しばらくは生きてても、この食べ物のない炭鉱で1年は。あ、そうだよね。だからベストハンナはこの炭鉱のどこかで生き絶えたと思うぜ。何か落ちてますね。ベスの母標？2月2日か。落下した日付と、母標に刻まれた日付は一緒だったな。ベスの方は即死だったようだな。でしたら壁に掘られた日付もハンナが書いたものでしょうね。かわいそうだよ。きっと大怪我もしてただろうに、こんな場所で一人っきりで何日も、ハンナはここから出られなかったのか。ハンナの痕跡を探しましょうか。ハンナの遺体も弔ってあげないと、この先進めそうです。よっこら。しょ。ここは小部屋みたいになってんな。作業員たちの休憩室かなんかでしょうか？特に何もなさそうだよ。そうですね。引き返しますか。ん？何これ？人形？いや、もしかしてこれ。うわあ、人の頭が。っていうかこれは、ベス？そんな、嘘でしょ、ベス。いやよ、そんな。なんで？だってさっき違う場所にベスの母標あったじゃない。なんで首だけがあそこに？しかも岩の上に、飾るように置いてあったな。下の階で見つけた3つの頭蓋骨も飾るように置いてあったが。一体誰が何のためにこんなことを。あの頭蓋骨飾ったやつとベスにこんなことしたのって同じ人物？なんてひどい。エミリーは絶対に生きて山荘に帰らないとな。ここで見たもの全部サムたちに報告する必要があるんだぜ。この先エレベーターという看板がありました。他に外へ続く道はありませんでしたので、かなり不安ではありますが、外へ出るには結局エレベーターを使うしかなさそうです。ちゃんと動くといいんだが。なんせ50年ほど放置されてるはずですから。いやあ、そんなエレベーター乗りたくないな。私もですよ。動きました。やったー。地上に出れなかったじゃん。よけして乗ったというのに、仕方ない。ここからさらに上に行く道を。うわぁ、誰かいる。霊の不審者だ。絶対に動くなよ。はい。お願い、こっち来ないで。あいつで鈍そうなもの持ってる。もしかしてあれって、火炎放射器？よりにもよって火炎放射器？どうしよう、エミリーには消費のフラグがあるってのに。まさかエミリーが消費する場所って、ここ？戻ってこい。やばいやばいやばいですよ。アップな、キューティー。とにかく距離を取るんだ、ヨウム。わわわわわ、わかってますよ。エミリーもっと早く走って。この炭鉱から出る方法が、何かありませんか？ここ一本道だぞ。もうどうしようもねえな。落ち着け、焦るとろくなことにならん。地面も痩せるみたいだよ。消費のフラグ持ちは火気厳禁、スルーします。それで言うなら耐えます。やばい、追いつかれそうです。何か武器でも落ちてたりしないか？もう炭鉱なんてゴリゴリ。二度と足を踏み入れたくない。ちょっと、ヨウムここ行き止まり。どうすんだこれ。どうしよう。ここで選択肢だよ。引き返すのは絶対なし。隠れます。いやお前隠れるったって、こんな一本道で、やり過ごせるわけないだろ。引き返したら捕まるでしょ。だから、追いかけてくるあの男がめちゃくちゃ方向音痴か、IQ が霊夢さんばりに低い可能性にかけます。失礼な、霊夢の IQ は4くらいあるんだぞ。サボテンよりギリ賢いなお前。どやーん。ちょっと二人とも静かにしてくださいよ。今エミリーの命がかかった局面なんですから。
終わったー。